皆さんお疲れ様です。今日はですね、実際に持っていても、使わない免許証と逆にこの車、この免許いらないの、2つちょっとお話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、免許証の中で実際にその免許証を取っても、乗る車がないという免許証がいくつかあるんですよ。まず最初にそちらのお話をしていきますね。まず一つは、大型特殊二種免許、大特二種ってやつですね。実際の話、大特というのは、いわゆる建設機械であったりだとか、フォークリフトなんかも一部含まれるんですけど、大きいものとかね。あとは、クレーンだとか、通称ラフターなんて言いますけど、ああいうような特殊な建設機械、大型の特別な、要は特殊な機械を道路で運行するのに必要なんですけど、今ちょっとお話ししてピントを来られた方、皆さんいらっしゃいますよね。大特二種、あんなのにお客さん乗っけるのって話なんですね。大特の二種免許っていうのは基本的に、営業ナンバーでお客さんを乗せるときに必要な免許証なんですよ。わかります？要するにバスだとかタクシーだとか、要は旅客で人を乗せるときに必要な免許証なんですね。だからそうなると大特二種ね。じゃあ例えば外を走らせるときに、クレーンだとか、通常ラフターだとか、そういうのにお客さんを乗っけるのって話になってしまうんですね。基本的な最初の目的は、要は雪国だとかそういうところでブルドーザーチックなものに人を乗せていて、特殊なものを乗せていたというのが過去にはあったらしいんですけど、今現状でないんですよ。なんで一応免許の項目では大特二種というものがあるらしいんですけど、実質じゃあ乗って営業運転をしているっていうのがないらしいです。なんで今結局免許証を持ってたとしても大特二種っていうのは悪い言い方をすると使い道のない免許になってしまう、そういうことになってしまうんですね。でもう一つは、牽引二種です。これはねゼロではないんですけど、ほとんどもう牽引二種で、要はこういうトレーラーのように頭トレーラーヘッドがあって、後ろ荷台に人を荷台というか箱の中に人を乗せるようなシステムだと、要は牽引二種が必要なんですけど、今そういうのって1箇所だけ、西東京で走ってるだけしかないらしい。その西東京もちょっとね走ってたり走ってなかったりちょっと不確実なんですけど、数年前まで走ってたんですけど、今ちょっと状況わからないんですけど、そこしか使い道がないそうですね。でちなみに、大特二種と牽引二種、これ平成18年の調べになってしまうんですけど、平成18年時点で免許を受けた方が約1500人、大特二種ね、これが1500人いて、受かった人が約450人ぐらい、パーセンテージでいうと約 30%で、牽引二種については1850人の人が受けて400人ぐらい、要するに400人ぐらい、3分の1以下、22% の方しか受からないということですね。で実際の話、こういうのを受ける人っていうのは、通称フルビット、要は免許証の全部今でも一覧で書かなくなっちゃったんであれですけど、昔ねちょっと前の免許証は全部こう免許の名前が書いてあって111ってつくんですよ。だからそれが全部1がつく、それでねそれを目指す人がこう取っていたみたいな感じでね。よく聞いた話だと、二種免許じゃない牽引免許を取るのに牽引二種の方をこう要は試験場でこう選んでこう取りに行って、結局点数が高くないとダメなんですよ。なんでね結局点数が足りなくて、牽引だったら受かってたのに牽引二種は怒ったなんて話をよく聞きましたけどね。そんな感じでね、牽引二種でも前のね一番最初に勤めてた会社の時はね、牽引二種を持ってた先輩が2人いたんですよね。だからすごいなと思うんですけど、牽引二種と大特二種、実際に仕事として使うのはほぼもう使わないみたいな感じになっています。でねこの牽引二種なんですけど、前にちょっとお話ししたんですけど、最近ね、神奈川県では走ってますけど、神奈川県の相模原厚木近辺かな、
それから最近ではね、横浜のみなとみらい近辺、それからあと先日見たのは東京のお台場、あと京急行のバスでもあったかな。結構ね、あの都市圏の中でポツポツと出てきたんですよ。でこれは牽引じゃないのって話なんで、これは別の動画でもちょっと上げてるんですけど、牽引っていうのは字のごとく引っ張るなんですよ。であのバスはエンジンが後ろについてるんで牽引の扱いにならないんで、実は牽引免許いらないんですよ。これちょっと動画でやりましたね、前ね。ただ、バス会社の内部規定で基本的には牽引免許と、もちろんバスの運転手さんですから大型の2種は持ってます。なんで大型の2種と要は、牽引免許を持ってる人、この人に乗務をさせるっていう社内規定があるところがまあほとんどらしいです。ただ免許証上は大型2種免許で乗れるという形になるそうなんですよね、うん、要は牽引引っ張ってるのではなくて後ろにエンジンがついてる。ただ運転に関してはこの間もちょっとね YouTube でもちょっと動画上がってたんですけど、バック見てるともう牽引と一緒なんです要はハンドルを右に、要はバックするときに左へハンドルを切ってきっかけを作って折り込んでいってみたいなことをやってるわけですね。だからまあ牽引免許必要なのかなってことになってしまうんですけど、でもしね牽引2種を持っていれば、まあもちろん牽引2種と、まあ大型か、大型、まあ大型2種持ってればダメなのかな、牽引2種を持っていれば結局それ問題なく乗るんです。まあ資格上必要な、昔はね牽引2種が必要だったらしいんですけど、あまりにも合格率が悪いっていうか持ってる人が少なかったんで、まあ結局今回そういう理由で後ろにエンジンがついているということで必要ないということですね。でね、そこから話が進んでいって、よく、まあ、自分なんかも、まあ、自分は1回しかお世話になったことないんですけど、街中で大型車を牽引するっていうか、まあ故障した時引っ張ってくるレッカー車ありますよね。大きいやつ、あの大型引くやつなんでかなり大きいんですけど、あのレッカー車はちなみに牽引免許必要ないらしいんです。これびっくりしたんだけど、うちの会社にね先日ね、あのまあ故障してまあ引っ張ってきたんですね、大型トラックをね、まあ、引っ張ってきてうちの会社の車庫に持ってきてもらって、で申し訳ないけどそこの車庫そこの枠だからこう止めてくださいって感じで、でバックさせるときにも明らかにバックの仕方が牽引なんです。要するに先ほど話した右バックするのに左へハンドルを切ってきっかけをつって作って折り込んで押し込んでるみたいな、見ててへえと思って、うまいなさすがだななんて思ってたんです。でその時は2人ね、そこのレッカー屋さんの人がね、ドライバーさんともう一人ついてきてたんで、そのバックの誘導しながらそのもう一人の方聞いてみたんですよ。いやーうまいっすね、みんなこれ牽引免許持ってるんですよね、すごいっすよねって聞いたら、いや持ってませんって言われて、と思って、なんでって話を聞いたんですよ。どうしてなんですかって聞いたら、要は故障車を引っ張るときって、まあ皆さん、まあ今でもあんまりないのかな、でも乗用車なんかで引っ張るじゃないですか、ロープで引っ張るとか、あとはまあ身近なところですと、JAF かなんかでこう乗用車で引っ張ってもらうことってあるじゃないですか。要は故障車を引っ張る場合はいわゆるこういうトレーラーみたいなの牽引じゃないそうなんですよ。だから免許いらないっつうんですよね。へーと思ってびっくりして、うわーそれでこんなに乗れるんだなんてちょっとびっくりしたんですけど、でうまくこう下がるわけですよ。でもう一件で、この間うちの会社でもトラック古くても廃車にするとね、あまあ通称まあ潰しちゃうと、古いトラックがあったんでね、で朝出勤したら、まあ古いまあグレートって方なんですけど、まあトラック乗ってる方は分かりますね、そのねグレートのまあレッカー車が来てたんですよ。でおじさんみたいなのが一生懸命こうそのうちのもうダメになった古くなったトラック一生懸命つないでるわけですよ。で見ててふーんこんな人が乗るんだと思って見てたんで、自分こう出発の準備しながらね、そしたらそのおじさんが全部準備整ってね、で出す時にやっぱりこうマークバックするってと思ってね感心しましたけど、まああのトラックはどこへ持ってって廃車にするのか部品取りにするのか、もしかしたら海外売ってしまうのかちょっとわからないですけど、まあ、廃車のトラックどうなのかされていっちゃったんですけどね、まあ、それを見ててバックするの、あやっぱりトレーラーと同じバックしてると。あのわーすげえなーと思ったんですけどね、まあ、この間ツイッター見てると面白いのは、海上コンテナの40フィートのシャーシを、まあ、いわゆる普通の乗用車をレッカーする
トラックあるじゃないですか。あれで引っ張ってるのがツイッターで上がってて、まあ、コメントさせてもらったんですけど、横からすいませんと。で、これって、どんな感じでしたかって、一応故障車のね、故障中、仮ナンバーかなんかついてた故障中って書いてあったのかな、なんかそんなような、まあ、要は通常で走ってる状況じゃないよっていうのを書いてあって、引っ張って持ってったんだけど、冷静に考えて、これってトレーラーヘッドでもいいんじゃねと思って、ね、あれしましたけどね。まあ、ちょっと話がそれちゃいましたけど、ああいうレッカーを運転する人は、牽引免許いらないそうです。これちょっとびっくりしました。ね。まあ、そんな感じで、先ほど話しました、まあ、実際にね、免許を持っていても使わない免許。で、逆に、この車、この免許いらないの？ね。ちょっとびっくりしたことがあったんで、ね、ちょっと話しさせていただきました。あともう一点。逆に、最近だと、運転代行ってあるじゃないですか。要は、自分がお酒飲んじゃって酔っ払っちゃう、運転できないよ、って。うちの車、改装してよ、っていうのがありますけど、運転代行。前までは運転代行いらなかったんですけど、今は、もうあれです、二種免許必要らしいです。要はその、例えば自分が酔っ払っちゃって、自分の車を家まで持ってってって話をしたときに、要は自分を乗っけて運賃を取るわけじゃないですか。まあ、改装代も含めてね。だから、二種免許が必要になったらしいですね。まあ、そういう細かいこともあるけど、まあ、そんなような面白い話もありますけど、まあ、でもちょっとね、話戻しちゃいますけど、その、牽引ね、牽引というか、レッカー車の人がね、牽引免許必要ないとちょっとびっくりしました。ただ、ちらっと言ってたのは、今後もしかしたら必要になってくるかもしれないですね、なんて話してました。最後にね、まあ、自分、リンク載っけるわけにはいかないんですけど、YouTube の動画の中で、要は、牽引のレッカーが自分みたいなウィングトレーラーをバックさせる動画っていうのが上がってるんですよ。ちょっとリンク上げるわけいかないんであれですけど、ちょっと調べてみてください。これを見ると本当にうわーっと思いますから。ね。まあ、避け方もちょっと聞いたんだけど、自分もちんぷんかんぷんでわからないですけど、要はトレーラーだと左に切って折り込んで右に戻すみたいな感じを、左に切って右に切って左に切ってとかなんとか言ってますね。まあ、ちょっと神業なんでね、これね、ちょっとリンク上げるわけいかないんですけど、ちょっと皆さん検索してみて、見てもらうと、うわー、すごいと思います。なんか噂によると、年に1回、そういうレッカー車乗ってる会社の人が、そういうコンテストをやるなんて話も聞きましたので、ね、ちょっと面白い話だなと思いましたけどね。まあ、そんな感じでね、実際の話、持っていても実際使わない、なくても乗れる、そういう免許証と、持ってなくても実際乗ってる乗れる免許の話をしました。ちょっと面白かったし、まあお酒飲んだ時のネタにでもしてくださいね。特別知ってるからどうってわけではないんですけど、ただまあこれから連接バスとか増えてくんで、牽引2種もしかしたら持ってたら、これはちょっと強みなのかもしれないですね。まあちょっとそんなことも思いました。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあでもね、神業ですごいです。レッカーの人についてもそうだし、また今その連接バスね、に関してもやっぱり結構取り扱い大変みたいなんでね、まあ、そんなところ見れるチャンスがあったら見ていただいて、実際にね、連接バスは自分も乗ってみたいなと思ってるんで、横浜走るようになったらね、ちょっと乗ってこようかな、できれば動画に出たらな、なんてちょっと思ってますけどね、まあ、そんなところも含めてね、ちょっと興味がありますんで、皆さんも興味あったらいろいろなところで見たりとか、まあ YouTube で検索かけてみたりとかしてみてください。はい、じゃあこの後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。それでは皆さん、安全にお疲れ様です。